社会調査、社会調査、社会調査とは、人々の意識や行動などの実態を捉える。社会からデータを取る方法は、実験、観察など各種ある。文章や映像等の内容分析、すでに集計済み統計データ、マクロデータの利用などの手法も用いる。社会調査は、社会学、政治学、経済学、経営学、人類学はじめ、 社会に関連する学術、産業において用いている。社会調査を手法により二つに対別すると、社会の内部で何らかの役割を果たしながら得た、情報をもとにする内部関与法と、なるべく社会に影響を与えずに情報を得る外部、観察法とがある。観察は対象に影響を与えないように、特に質問をせず、幼児や外国人など言葉が通じない対象に対しても、 可能な場合がある。内部関与法と外部観察法に対し何らかの質問を対象者に行うことは外乱であり行動そのものへの影響がある。そのため分析段階で調査方法の影響を評価する必要がある。社会調査を結果の分析法により2つに対別すると大量のデータを取り社会の全体像を把握することを目的とする。 統計的社会調査と少人数へのインタビューや参与観察などの事例的会調査の二つに対別できる。前者は無作為抽出などによる標本を行うか、国勢調査のように全数調査を行うこともある。統計的社会調査を量的調査、事例的社会調査を質的調査と呼ぶことがある。ただし、質的調査とは面談、面接調査、 内容分析、会話分析、観察など多様な手法を指す概念である。観察を調査の一部と定義することは、社会調査法の基本文献にある。社会調査の結果は、世論や政策の形成に影響を与えることがあり、調査の妥当性確保のニーズは強い。日本における社会福祉士の指定科目である、社会調査の基礎は、本校で述べられている。 社会調査に比べて、より限定したもので、社会福祉調査の位置づけがなされる場合と、旧指定科目にあった、社会福祉援助技術論に包括される、援助技術方法の一領域と考えられる場合とがある。社会調査は大規模化、複雑化する社会の変化に対応するため、各時代における、社会事象を科学的に理解するための手段として利用されてきた。 社会調査は国王や皇帝による人口調査がルーツとなっている。ルカによる福音書2から1.3には皇帝アウグストの全世界の人口を調査制御との直例により人々は今まで住んでいた町から本時に移動したとのエピソードがある。社会調査の主なルーツには1行政調査2社会調査3世論調査市場調査の3つがある。 日本では2004年に日本社会学会などが社会調査士資格制度を作り社会調査教育の改善を試みている内部関与法は調査対象に影響を与える方法であるそのうち負の影響を与えないようにするために一部に協力的に関与する方法である調査は対象の入出力を分析する必要がある関与していないと入力 または出力の一部しか調査できないことがある。内部に入って関与すれば、入力と出力の両方を調査することができる場合に有効である。また、関与対象に日常作業として負荷をかけることなく、作業に協力することによって情報が得られるため、調査方法としての効率は高い。ただし、内部に参加するため、客観性を損なう可能性がある。 例えば、住民基本台帳を作成している自治体が業務上得た情報を整理して分析する定常的な方法と観察対象の業務の一部を自宅してその作業で得た情報を分析する臨時的な方法がある。一部の業務しか関与していない場合にはその偏りを評価する仕組みを検討したり具体的な偏りの可能性を明記すると良い。企業の場合は 教育を受け負って、教育前の状態と、教育後の状態を調査することによって、教育効果を測ることがある。この際に、教育前の質問表への回答と、教育後の質問表への回答など、統計的調査の方法を取ることがある。ウェブの公開情報や、有価証券報告書などのように、法律で決めて公開が義務付けられている情報などを、収集して、 観察対象に対して調査のための負荷をかけない方法である。観察対象に影響を与えない調査方法である。文書だけを観察する場合には文書審査の技術が必要である。母集団を設定し、社会の全体像を把握するために大量のデータを取る調査法を統計的社会調査という、全数を調査する全数調査と少量の標本。 サンプルを取って全体を推計する標本調査がある。日本において大規模な社会調査が行われる場合、標本の抽出ごとには住民基本台帳か有権者名簿、選挙人名簿が用いられることが多い。ただし2005年4月に個人情報保護法が施行されたことにより、マーケティング調査などにこれらを用いることができなくなるなど用途が制限されている。 必要となる調査対象の数は、枠破破集団が1億2千万個だった場合、全数調査では当然1億2千万個である。標本調査では、たとえ枠破破集団が無限個でも必要となる標本数は384個だが、日本の総務省統計局の基準、標本数が多ければ多いほど信頼性が増すのは言うまでもない。ただし、 必ず無作為抽出でなければならない。標本調査の場合、分析のためには、社会統計学が用いられる。もちろん、統計的調査を標榜しないなら、サンプルは、作為的に選んで構わない。調査表、または質問紙を用いた、社会調査をアンケートと呼ぶこともある。ただし、フランス語の、ルビーラングイコールフランスアンケートルピア、ルピア RT ラングイコールフランス。 カナアンケート、rt ルピア、ルピア、ルビー、英語の、ルビーラングイコール en インベスティゲーション、ルピア、ルピア rt ラングイコール en、カナインベスティゲーション、rt ル,ル,ルピア、ルピア、ルビーに相当は、実際は、研究、探究、取り調べという意味で、ある意味で語用である。日本語の、アンケートの意味の言葉は、フランス語では、ルビーラングイコールフランスクエストネアルピア、 ルピアティラミコールフランス、カノクエスチョネア、RT ル,ル,ルピア、ルピア、ルビーという。英語では、ルビーランドイコール EN サーベイルピア、ルピア RT ランドイコール EN、カノサーベイ、RT ル,ル,ル,ルピア、ルピア、ルビーというが、英語でも、クエスチョネアということがある。日本語では、クエスチョネアとはさすがに言わないが、サーベイということがある。木村や佐藤育也の文献では、アンケートを、 少数の専門家に意見を聞くことを指し、調査票を用いた調査のことを指していない。この方法は以下のように面接法、留め置き法、郵送法、集合法、電話法、電子法、ネット調査やウェブ調査などに分類される。面接調査は、調査者が調査対象者に直接会って、質問を発し、回答を得る方法である。 調査者が対象者に実際に会って行うため、データ1件あたりの費用が高くなる反面、身代わり回答や無回答が少なく比較的信頼性の高いデータを得ることができる。止め置き調査とは、調査票を一定期間対象者に渡しておき、後日に訪問して調査票を回収する方法。調査票を郵送し、回収は調査員が訪問する場合は、郵送止め置き調査と呼ばれる。 低コストだが、身代わり回答や無回答が多く、データの質は面接法と比べ、やや落ちると言われる。ただし、家計調査や生活時間調査などにおいて、家計簿や日記などを見て、回答者が考えながら、やや長時間答える場合は、有効とも言える。調査票を郵送し、郵送で返送してもらう方法。郵便代金だけで実施可能だが、通常、 回収率は3割前後であり、学術調査としては不適切とされることが多い。ただし、質問数が少なく、依頼状を工夫し、返送先が大学で信用があり、何度か繰り返し調査票を送付した場合は、7割前後の回収率となる場合もあった。最近は、郵送法に限らず、回収率は低下傾向にあり、現実には厳しい結果となることが多い。 ある場所に全員が集まって調査をする方法。小規模な村で村民全員を公民館や保健所等に集めて調査をしたり、学校内で生徒に対して調査を行ったりするのが集合調査の例である。電話をかけて質問を行い、結果を聴取する方法。全国の電話帳を手でめくって手作業で系統抽出を行うようなことは現代ではしておらず、通常、 コンピュータでランダムに作り出した電話番号に電話をかける RDD 方式が使われる。ダイヤル対象は固定電話と携帯電話の両方である。選挙の結果予測調査などによく用いられる。電話調査の問題点としては以下の点が指摘されている。ウェブで調査フォームを公開して回答を募る方法。インターネット調査、ネット調査、ウェブ調査などとも呼ばれる。 調査、集計が手軽で安価であるなどの理由で利用が増えている。この手法の問題点として以下の点が指摘されている。米国の社会学においては公開されている既存の社会調査データが多いこともあり、大規模なデータファイルの計量分析をもとにした計量社会学が近年では非常に盛んである。アメリカ社会学会の機関誌アメリカンソシオロジカル。 デビュー誌も論文の7割前後が計量分析を用いた論文である。日本では社会学において全国規模の社会調査も存在するが2003年頃から振り込め詐欺などのため調査依頼はかなり警戒されるようになり回答拒否が増え調査の回収率は低下傾向にある。また2003年施行の個人情報保護法の影響による 意識の高まりで個人情報を含む調査も忌避されやすくなっている。2005年の国勢調査は調査拒否が問題となり全国で4%ほどが未回収だった。特に東京や大阪の中心部では約30%が未回収となり大きな問題となっている。日本国内で政府による大規模な調査を受け負う調査会社は時事通信社系の中央調査者と 新情報センターの2社であった。その他の調査会社は自前の調査員を持たず、調査自体は小規模な会社に外注することが多い。2005年に新情報センターの調査員による虚偽回答が大きな問題となり、政府は新情報センターの代わりに日経リサーチへ調査を発注することとなった。だが、日経リサーチは独自の調査員を持たないため、今後、 調査能力や調査員の信頼性について、十分な体を構築できるのかという点について、調査関連学会から不安を指摘する声が出ている。谷岡一郎によれば、過半数は、ずさんな調査である。ずさんな調査が生み出されるには、各種の意図が働くためであるが、これらには、自分の立場を補強、あるいは弁護のため、政治的な立場の強化のため、 センセーショナルな発見をしたように見せかけるため、単純に何もしなかったことを隠すため、将来の研究費や予算を獲得するためというようなものが含まれており、生み出されたずさんな調査を無知もうまいなマスメディアが世に広めている。どんな調査でもマスコミに取り上げられることがなければ、広く知られることはないため、マスコミによる調査に対するチェックが求められるが、 マスコミ自身による調査を含め内容や方法論についてきちんと確認するどころかひどい調査を発表されるまま記事にしたり故意に悪用することを繰り返している簡単な数字のうのみや自分たちの都合で決定されていたりまたトピックが関心を呼ぶものなら方法論が問われない調査が偏ったものでも記事の材料にしているのは気づいていれば悪そうでなければ無知であるが 問題は記事に取り上げられることで別のメディアに広がっていくことである。新聞社は独自の調査を行い、その中には特定の目的を持って特定の記事を書くためだけに行われることがある。調査結果があらかじめわかるものから結果の遺憾に関わらず記事の長が決められているものまで多様であり、事件でないものを事件に仕立て上げるための調査も少なくない。社会調査は 個人のプライバシーに関わるものである。回答者の個人情報を保護し、人権に配慮することが、社会調査の実施には極めて重要である。調査前には、調査内容を説明した上で、丁寧に協力依頼をすることが必要である。調査後には、個人情報の的確な廃棄などを行わなくては、ならない。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。